ごい強いものじゃあカウンターだけそういう形になるか。おでん屋さんだったんですか？そうなんですよ。というの夫婦でやってる。カウンターはまあ常連さんずっといたんですけど、日韓本自体は本当に2年ちょっとですね。じゃあ店名変わったって？変わったのもそれぐらいです。元々日本料理語弊だったんですよ。あ、そうなんですか。それは日韓語弊に変えました。語弊って僕のおじいちゃんだったんですよ。向こうにした口がつく。はい。よろしくお願いします。島だって4月がいきなりなんですよ。え、そうなんですか。4月の3日なんですよ。ひな祭りって3月3日。そう、全国的にはそうなんですけど、島だって4月の3日なんですよ。はい。それ器になってまして、牛のミノですね。それを湯引いて、ナマコの卵巣ですね。この粉をかけたものです。で、左側の糖がよもぎ豆腐と、甘エビの昆布茶になります。お酒のあて。ありがとうございます。これ美味しい。みんな。美味しい。三島ひな祭りは3月に。だからやっぱ静岡の西東長いんで文化が違うんですよね。ここって中部の一番端っこ。あ、こっち西側。僕のイメージ中部の一番端っこで。ひどくあれは中部になるんですか。静岡中部です。中部。はい。こんなに太いんだよ。で東部。なるほど。東部に来ない。近いところ足で運ばないじゃないですか。最初三島を認知すらしてないですから。遠いじゃないですか。ちょっとどこにでも近いですよ。確かに綺麗に東部だけ行ったんや。うまいよってやつ。チャームしてないと常連さん来られるんだ。じゃあその季節によっていろんなバージョンがあるわけですか。少しずつ変えたりして、基本的にはフォアグラとトリュフでチャームしてるんですよ。これはインスタとか見てくる。インスタですね。ほとんど違います。インスタのリールがかかったらチリつってます。めちゃめちゃキラキラになってます。大将。ああいう手にバトンソンっていうらしいんです。バトンソンか。見に行ったら確かに似てるかなって思って。わかりますでしょ。見たことありますよね。たまに僕仕事ないとお商品が入っちゃう時があってめっちゃずっく。でも似合いそうですね。なんで俺も持ち上げてんだよ。島田のうどん即さん。昆布締め。はい、肩三角はね、僕の娘が大好きな部位ですね。ちょっと待って、いや、おいくつでしたっけ？6歳です。6歳で肩三角。肩三角の拳弁とですね。中わさびはうといって安倍川の奥の方のうとい、静岡のわさび使ってました。そちらのわさびとわさびの新芽ですね。今は岩手です。部位によって仕入れが違う。おっぱいのいい子はおっぱいのいいお尻、お尻がいいところはお尻で、部位ごとで取って。やっぱ刺身がうまいっすね、和牛は。本当に焼くより生の方が好きなんですよ。ハラミ生でこいつすごいですよ。ハラミの生は僕は。先週も記憶なくしたばっかりですね。50過ぎて両膝すりむいてるんですよ。両方とも酔っ払ってたんで今回ロックですね。ごま油ですか。ご芸風なレバニラでございます。あ、レバニラ。はい。ニラって火が入っても美味しいんですけど、生と火が入ったのとちょっとコントラストです。あ、なるほどね。夜食いたかったな。昼に肉かっぽうすかね。シャキシャキいうニラがなんか全然結構甘いですね。生美味しいもんね。持ちいいですか？やってる方も割と気持ちいいんですよ。とても説明の難しいようなサーロインのローストビーフはズワイガニで巻いたものです。今クレソン、地元のクレソンバターで炙ってるんですけど、不思議な食べ物ですね。クレソンの苦みがいいですね。合うんですかね。ハイボール合いそう。お茶いいですね。お茶もペアリングに入ってるんですか？あ、それってもともと出すものなんですか？そうですね。静岡ならではですね。うん、うまい。ご飯にしたいというか、嫌いな人いないやつですね。三角のカルビのやつね。はい、カルビのやつ。あとに知った岡部っていうところ。ああ、岡部。はい。昨日も食べた。はい。岡部も誰も有名なんですよ。大将ずっともう料理人なんですか？ずっとですね。高校出て、それこそもう9時に最初住み込み、18時、昔連れてかれて、はい、住み込みです、バッグ取ってくられやりたかったんですか、料理が。学歴がとんでもない、工場で働くか、自分でなんかやれる可能性があるんだったら、その方がいいかな。スモーキーだけどお茶です。お茶ですね。すげえお茶出てくる。これ飲んでもそのアルコールが苦手な人はありがたいですよ。単価の高いのはアルコールがあると助かる。だからすごいいい。そっちなんですね。そう気にしちゃって、これでいいのかな。そう僕はたくさん食べるので売り上げ額はあるけど粗利率が低いので、そうちょっとでもやっぱ粗利率を上げたいんで単価の高い。すげえ飲食店に寄り添ってる。そう、もちろんそうですよ。もちろんそうです。僕もそうですよ。一杯5、6,000円のソフトドリンク置いてもらった方が気が楽な店がたくさんあるんですよね。わかるけど、俺安くしてほしい。それ数いくから。それ数いくよ。有名。はい。カニを10何倍ぐらいカニから出した。カニ味噌ですか？バターの方が美味しい。はい。カニ味噌ですか？あ、また一滴だけ入ってる。一滴分にしていただいても美味しいんじゃないですか？カニ感パワーアップしますね。だからこれ出汁はカニだけですか？カニだけです。じゃあお酒と水をカニの分量と同じぐらい1時間ぐらいからゆっくり詰めて、地元の秋姫っていうイチゴです。牛乳を固めたものです。実家の畑のお茶です。すごいお茶が出てくる。お客さんからこういう料理やってほしい要望があったと思う。肉をもっと出してっていうのは、常連さんになるともう僕そっちやってるの知ってるので、コースに肉入れてっていう声がどんどん出てくる。うちのオリジナルの和食に肉を使ったようなコース。京料理みたいなことは僕はあんまりやらない。チャームシは懐石料理、基本フォアグラのチャームシを皆さん出す。フォアグラだったりトリュフだったりも使うし、そうですね、キャビアも使うし、ウニも使うし。なんか飲み屋さん出て裏口でちょっと階段降りてちょっと知り合い来て向かい行こうと思って、旦那さんがこれぐらいあったんですよ。結構もう酔っ払ったらこれぐらいだと思ってほいってやったらすげえだなってガーンって落ちてるのか、膝を強打した。でもそれ骨折しなくてよかったですね。本当ですよね。今笑い話になるけど、それもいたぐらいだから。いや本当そうですね。そこ誰も見られない暗いとこで5分ぐらいになってました。よっぽど痛かった。そんなに飲むんですか。飲んでました。飲まない人間からすると卑怯千万ですけどね。本当ですよね。都合の悪いとこだけね、忘れちゃったあるね、それされたね。そうですね。めっちゃ綺麗に鮮明に全部覚えてるもんね。でも政治家ですよ。記憶にございます。すみません。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。Toughest stuff.